はい、諏訪川です。今回はね、普通列車富岡行きに乗ります。常磐線環状する旅の、第3章です。第3章まあいいや。乗るのはね、E651 系の、特急車両でございます。しかしね、これは普通運用ですが、この通り普通富岡と表示されておりますよね。E651 でした。大変失礼いたしました。これはね、高直流列車のね、前日立とかね走っていたわけです。これがね洗面所なんですけどもね、やっぱり特急とね、特急で使われた時とねほとんど、変わっておりません。これがトイレです。よいしょ。ちゃんと洋式なんですね。ここにはカーテンもね、ちゃんとあります。いいですね。ここは男子トイレです。あちらにはね、現役の特急列車、E657 系が発車していきました。ここにはね、ゴミ箱もあります。ああ、大角さん、どうですか。いや本当にね、昔のスーパー企画なんか大宮公開の時とか、なんか乗った方もいらっしゃったら、あの草津のやつじゃないですかね。ああ草津で、でもうリクライニングできるんですよ、この人。おお、すごいすごいすごい。ライトもつかない。ライトもつきます。読書灯ですね。読書灯がこれがテーブルです。いや本当に素晴らしいですね。素晴らしい。一応本当はこうやってボックス固定なんですけど、ちょっと今回空いているのでね、やりました。ちょっとお菓子っていうかおやつも食べたいので。特急スーパーひたち富岡行き。堤防とか綺麗になってますよ。綺麗になってますね。下の浜港港があるんですよ。おーすごいな、こんな綺麗なところ。
海が見えてくる。まもなく広野、広野です。この車両乗ってるのは気持ちいいです、すごいなんか綺麗ですね。もう軌道かな。まもなく軌道です。ここから単線なんですね。ここは本当に最近ですね。ここから先は去年の10月です。なんかこうやって見るとなんかローカル線感がします。ここはもうずっと山を走っていくんですね。これ一応 JR の車両ですけどね、国鉄感がしますよ。そうだね、あ、JR だったのかな。桜祭りとか桜よさこいとかあるんですね。頑張ろう富岡町。そして未来へつないようとかいろいろ。町ですからね富岡町っていう。早く復興を祈りましょう。もう奥が復興してるんじゃないですか、富岡。もう大体復興してるから。富岡到着いたします。忘れ物、落とし物なさいませんようお持ちください。出口は行ったところです。ご利用いただきましてありがとうございました。初めてです。大隅さん。いや、俺は何回か来たことあるよ。何回も何回かっていうか、まあ、去年、その立田から富岡の間が復興した日に来てるから。ああ、ね、僕は本当に初めてですね、ここは。もう初めて。駅はね、新しく作り直してるはずだなって。ここからまたバス乗って浪江へ向かいますよ。あ、そう、浪江へ向かいますね、はい、やっぱなんか綺麗ですよね、うん、こうやって見ると綺麗でしょ、やっぱり新しくして。富岡ですね、富岡に着きました。本当にね、駅自体綺麗になっててね、本当に素晴らしいと思うんですけど、ここが被災地なんてね、思いませんね。まあ、ここから先はね、さらにね、時が止まったようになっているわけなんですけど、それをちゃんとね、目に焼き付けてかなと思います。どうですか、この車両乗って。こ
この車両ね、いや本当に懐かしい感じがするというかね、自分もこの改造されてない頃のね、651系っていうのは本当にスーパー日立をね、引退して以来一切乗ってなかったので、すごく懐かしい感じがしましたね。僕多分もう数年ぶりじゃないかな、多分数年ぶり、はい、数年ぶりですね。あ、綺麗ですね。海が綺麗、太平洋が広がってる。一番線にホームあるんですか。あるね。で、こっからまたね、バスに乗るわけです。これがなんか0.065ってどこですか。まあ東京よりはちょっと高いです。そんななんか影響はない。まあこれぐらいだったら全然。うん。ではご視聴ありがとうございました。次はねバス向かいます。これ多分第3章だっけ？3章ですね。は終わります。